各固定形成領域は各固定の形成に重要な染色体領域である。人では、ノアはアクロセントリック染色体である13、14、15、21、22番染色体の単1、それぞれ RNR1、RNR2、RNR3、RNR4、RNR5 遺伝子の部位に位置する。これらの領域は点八 s 十八 s 28S リボソーム RNA をコードする。ノアはセントロメアとテロメアの反復するヘテロクロマチン DNA 配列の間に挟まれている。これらの領域の正確な配列は2016年現在の人参照ゲノムや2017年1月6日に発表された GRCH38P12 は含まれていない。しかし、 ノアがリボソーム DNA 遺伝子のタンデムコピーを含むことが知られている。ノアの染色体上の近鋭側及び鋭い側に隣接する配列としていくつかの配列が報告されている。ロリスのノアは非常に多様性が高いことが報告されている。他の染色体上にもドナに関連する DNA 配列があり、核固定形成に関与している可能性がある。 銀染色によって示されたヤモリ・レピディダクティレス・ルーゲブリスの染色体先端に位置する各固定形成領域バーバラ・マクリントックは1934年にトウモロコシで各小体形成体について初めて記述した。核型分析では銀染色を用いてノアを同定することができる。銀染色によって各固定中にノアを観察することも可能であり、 眼性変化を調査するために使用されている。ノ、NO、アは、ノ、NO、アの DNA に結合する、タンパク質 UBF に対する抗体を用いても、観察することができる。UBF に加えて、ノ、NO、アは、アトクスタンパク質、トリックルタンパク質、サーチュイン7よび他のタンパク質にも結合する。UBF は、発現していた、ドナに対する有意と分裂中の、 しおりとしてみなされており、有意と分裂後すぐに転写を再開することを可能にする。ノアの遠位近接接合部は各固定の終焉部と会合することが示されている。大腸菌のドナオペロンも、新核生物の各固定と同様に互いに近接して集合することがわかっている。ありがとうございます。